バレット物理演算にてソフトボディクロスボディの機能が実装されました固いもの同士の衝突の他に大底部11.5では柔らかい素材の表現も可能になりました旧バージョンの物理演算ではデータによって設定が複雑だったり途中のフレームの変更結果だけを確認したいのに最初のフレームから演算させないと結果を確認できませんでしたがバレットでは 途中のフレームであろうとも結果を確認することができますそれでは シーンを見ていただきましょう。3枚の布が重なるのが確認できます。このように、布を重ねた設定であろうとも、バレットでは破綻することなく簡単に設定することができます。次のシーンを見ていただきましょう。3つのボックスには、1つの設定項目だけ異なる数値を割り当てていて、その他の設定は同じですが、数値の設定の違いだけで柔らかい素材から、 ゴムのようににねるる設定にすることも可能です。このシーンでは形状の維持の数値を左から0%真ん中は50%右を100%にしています次のシーンを見ていただきましょうこのシーンでは2つのヌルを両隅に配置して固定させていますフレームの途中で片側のヌルを移動させ固定を解除するといった物理演算では難しいアニメーションも バレットででは作成可能です。グラディエントテクスチャーでモードをオブジェクトディスタンスにして指定したオブジェクトからの距離を指定することでオブジェクトの距離に合わせて固定させることができます次のシーンを見ていただきましょう。バレットは、 ボーンアニメーションの動きに合わせてスカートが変形するアニメーションなども作成することが可能ですライトウェーブ11.5のバレットにソフトボディクロスボディの機能が実装されたことでハードとソフトの組み合わせによる物理演算のアニメーションを行うことが可能になり表現の幅が広がります